形県酒田市のバイク屋、鈴木モータースです。今日はですね、こちらのバイクがですね、今すごい大人気だっていうような動画を撮っていきたいと思います。まあいつもですね、車両紹介動画を撮ってるんですけども、まあ今日はですね、ちょっといつもと違った感じで撮影をしていきたいなと思っております。まずですね、その最近の鈴木モータースと言いますと、まあ酒田、山形県酒田市は外こんな感じでですね、ちょうど今日から梅雨入りなんですかね、梅雨っぽい感じで、もう今日から1週間でずっと雨みたいな予報なんですけども、まあ、今日もですね、みんなで頑張ってやっていきたいと思っております。はい、でおかげさまでですね、そのバイク業界今どんな感じなのっていうところで言うと、コロナの影響もですね、だいぶこう前と比べると落ち着いてきていて、あの先日動画で業者の仕入れ業者に全く出品にならないんだけどっていう話もしたんですが、最近はですね、もうバババッとこうオークションの出品も多くなってまいりまして、まあ以前ほどではないですけども、まあ、だいぶ良くなってきたなっていう印象はありますといったところで、まあそれとは別にですね、本当に嬉しいことに、お下取り買取キャンペーンということで、6月の末まで、今月末までですね、もう少ししかありませんけども、5000円の買取5000円の方にクーポンプレゼントっていう風なキャンペーンもしておりまして、たくさんですね、お問い合わせいただきまして、査定の方させていただいて、その結果5000円という方もですね、多くなってまいりまして、本当に感謝感謝な感じとなっておりますと。というところですね、最近この新型のですね、スズキの V ストローム 1050XT がですね、もうめちゃくちゃ人気なんですよ。はい、これは実際ですね、山形県、まあ東北で最初に入ったんですね、一番最初に入って、まあ、これはですね、もう噂になってる頃からお客様からですね、V ストローム650に乗ってた方、この650があるんですけども、650に乗ってた方がもう出たら絶対買うみたいな感じですね、言っていただいて、入荷してすぐご契約いただいたんですけども、その他にもですね、今3件ほどプラスでですね、ご注文をいただいておりまして、もう本当にですね、なんかこう V ストロームブームみたいな感じになっております。ちょうど3年前とかですね、に GSX-S1000F がですね、もう大人気でブワーってこうご注文いただいて、あ、なんか SF すげえなーみたいな感じだったんですけども、まあ、スズキはですね、まあ、うちのイメージからすると数年に一度ですね、すごいこう人気の出るモデルが出てくるといったところで、今回はこの車両なのかなというふうになっております。はい、ただ生産がですね、人気すぎて間に合っていなくて、今その3名の方にお待ちいただいているのも、結構やっぱり1ヶ月くらい入荷まで時間がかかるということもあるので、もしご検討中の方はお早めにいただければなと思っております。本当にすごいですよ、人気で。で、1050と 1050XT の違いっていうところなんですけれども、まるで違う感じですよね。見た目は似てるんですけども、電子制御のすごいこう優秀な機能がいっぱいついてるんですけども、1050円ついてなかったりで、まあ、いろんな違いがあるんで、まあ、メーカーのホームページとかパンフレットとかも載ってるんですけども、まあその価格差でその性能差があるのっていう感じなので、やはりですね、皆さんもう 1050XT 一択みたいなですね、感じの雰囲気となっておりますと。はい、というところでですね、うちの店長もですね、1050のこの XT を買うみたいな感じですね、なっておりますので、まあ詳しくはですね、ご本人に聞いていただければと思っております。はい、なので実車が見れるのもですね、結構こう珍しい今1台でございますので、今続きます、この、まあ、またがったりはできないんですけども、お客様がご制約いただいてこの1台ありますので、実車見ることができますので見ていただければなと思っております。でですね、先日すごい嬉しいことがありまして、いつも当店の YouTube をですね、見ていただいている宮城県のお客様ですよ、がですね、わざわざ当店にご来店いただきまして、お下取りもあったんですけども、お下取りもいただいて、こちらのバイクをご契約いただきましたと。まあ、まだ入荷してないんで、今注文中なんですけども、その方はですね、赤と黄色と結構悩んで、最初赤にするっていう、お下取りもですね、赤のカラーリングでしたので、赤にしようかなって言ったんですけども、まあ、実際のこの黄色を見てですね、黄色もいいなみたいな感じですね、黄色をご注文いただきましたというような感じですね。やっぱり今ご注文いただいている方は全員今黄色ですね、このチャンピオンイエローというテーマカラーなんですけども、こちらの車両はですね、非常にこう今大人気というような感じで、まあ、ヘッドライトもこれ刀と同じヘッドライトなんですね、実際。はい、やっぱり実車見ると迫力もあるし、非常にかっこいい1台で、他メーカーのこのアドベンチャークラスからするとですね、性能の割に結構リーズナブルですね。はい、それも人気の一つかなと思っておりますといったところでございます。はい、スズキの新車もですね、ガンガン力を入れておりますので、ぜひですね、お問い合わせの方いただければと思っております。本当に宮城県でですね、スズキの新車買えるお店いっぱいあるんですよ。それでも
わざわざですね、山形県の鈴木モータースから買っていただけるということで非常に嬉しく思っておりますし、今後ともですね、喜んでいただけるようにスタッフ一同頑張っていきたいと思っておりますので、鈴木の新車ですね、ぜひお任せいただければなと思っております。はい、で鈴木のディーラー資格にもいろいろあるんですよ。昔うちがそうだったのは正規取扱店というですね、鈴木の部品取れるよう新車も注文なんならできますよみたいな感じのこう看板掲げてるけど、まあ大正規取扱店みたいなですねランクがありまして、その上が鈴木バイクショップ資格っていうのを付与されるのがその上のディーラーなんですけども、まあ、年間の取引ポイントによってその入る入らないというのがあって、まあ、これ1年ごとの更新なので、例えば今年良くても来年ポイント達成しなかったら剥奪みたいな感じになるんですけども、おかげさまでですね、当店は山形県で1位のですね、成績をいただいておりますので、バイクショップ資格をまた更新できるといったところでございまして、さらにですね上があるんですよ。っていうのも鈴木バイクショップ資格のポイントを達成しようとすると、変な話ですね、その規定ポイントがある中で、じゃあ原付バイクだけブワーって仕入れして到達もできるわけなんですよ。はい、で大型バイクももちろんそうなんですけども、それとは別にですね、鈴木バイクショップ資格を持ってる販売店の中でも、よりこうスポーツバイクっていうか、こう大きい新車のバイクに特化した、年間何台以上とかスポーツバイクに特化してるバイクショップ資格っていうのがありまして、それが鈴木バイクショップのアドバイザー店っていうですね資格なんですけども、本当におかげさまで3年連続4年連続かな、うちもですねバイクショップ資格兼アドバイザー資格というのもいただいておりまして、まあ、それに伴ってですね、いろんなこうノウハウだったりとか知識とかも日々みんなで勉強しておりますので、ぜひですね、もし分からないことがあれば聞いていただければなと思っておりますし、お力になれることを願っておりますといったところですね。最近ちょっと雨続きですけども、また梅雨明け一気にガーンと決まっていたら、通勤でバンバン楽しめるようになるのかなと思っておりますし、店としてもですね、コロナの影響なかなかできなかったこうイベントみたいなのもですね、コロナが落ち着いて梅雨明けくらいになったらですね、まず一発目ツーリング企画とかもしていきたいなと思っておりますので、またですね今後とも YouTube の方見ていただければと思っております。はい、ではそんな感じですね、スズキの V ストローム 1050XT 新車今すごい大人気ですよっていう動画でした。